三島滞山に所属。元ベルギー代表。ポジションはミッドフィールダー。モロッコ人の両親のもとに、エテルベークで生まれたフェライには、スタンダールリエージュに加入する前はアンデルレヒト、モンス、セランユナイテッド、シャルルロアと複数のクラブでプレーしていた。リエージュでは、ジュピラープロリーグ優勝を経験し、エボニー州を受賞した。エバート2ー紀1年目に、 クラブの最優秀若手選手に選出され、FA カップでは決勝に進出した。エバートンでは5シーズンを過ごし、2013年9月に2750万ポンドの遺跡金でマンチェスターユナイテッドへ遺跡が決定した。2007年に、ベルギー代表の A 代表デビューを果たし、これまで60キャップ数以上を記録している。ベルギー代表として、 北京オリンピックと 2014FIFA フフワールドカップ、2018FIFA フフワールドカップに出場した。2018年11月、長年トレードマークとして愛されたアフロヘアーと決別した。ベルギーのプロのサッカー選手であった、モロッコ人の父親と同じモロッコ人の母親の間に、ブリュッセルのエテルベークで生まれたフェライニは8歳の時に、 アンデルレヒトでサッカーを始めたが、当初はサッカーよりも、陸上競技に興味を持っていた。1万メートル競争を好んでおり、他の子供たちが、バスや車で通学する中、フェライニは走って学校に通っていた。しかし、自身もサッカー選手であった父、アブデラティフは、フェライニがサッカーにより、関心を持つように仕向けた。アンデルレヒトのユース1年目に、 フェライには26ゴールを記録し、2年目には37ゴール、記録した。父親がモンスで新しい仕事に就いたため、フェライには10歳の時にモンスのユースに移り、3年後にはスランに加入し、その後シャルルロワに加入することになった。17歳の時に、フェライには、初めての雇用契約をスタンダールリエージュと結び、 スタンダールリエージュでは2006年から2008年まで所属し、公式戦84試合の出場で11ゴールを記録した。高いヘディング能力と運動量で、フェライにはジュピラープロリーグでもボックスとボックスのミッドフィールダーとしてベストな選手の一人と認識されるようになり、2008年にはエボニー州を受賞した。この賞は、 アフリカ系の選手の中でそのシーズンに最も活躍した選手に与えられる賞である。2013年8月31日に行われたエバートンで最後の試合となったカーディフシティ戦に出場したフェライニ・マンチェスター・ユナイテッドをはじめアストンビラ、レアル・マドリー、トッテナム・ホット・スパー、バイエルン・ミュンヘンと多くのクラブが関心を示したがフェライニは エバートンと5年間の契約を結んだ。スタンダールリエージュには1500万ポンドの遺跡金が支払われたが、この金額はベルギー人選手に支払われた遺跡金額としては史上最高額であり、エバートンにとってもクラブ記録となる遺跡金額であった。2008年9月14日に行われ、3から2で勝利したストークシティ戦でデビューを飾り、 2008年10月5日に行われ、2から2で引き分けた、ニューカッスルユナイテッド戦で、初ゴールを記録した。1年目のシーズンは9ゴールを記録する一方で、最初の17試合で10枚のイエローカードを受けたが、チーフレフェリーのキース・ハケットの調子を受け、今後振る舞いを改善することを約束し、長期の出場停止処分は回避した。 約束通りにその後の16試合では3枚のイエローカードを受けただけで済んだが、合計では他のどのプレミアリーグの選手よりも多い枚数であった。シーズン終了後には、クラブの最優秀若手選手に選出された。そのシーズンは、すべてのフォワードの選手が怪我で離脱した際には、セカンドトップを務め、同様に本来は、 中盤の選手であるティム・ケイヒルの後方でプレーをした。2009年の後半から2010年の前半にかけては、本来のポジションである守備的な中盤の位置で試合に出場しており、監督であったデイビッド・モイーズは、リーグの他の、どの選手にも見劣りしないと、その活躍を称え、2010年1月16日に行われ、2から0で勝利したマンチェスターシティ戦では、 マン・オブ・ザ・マッチに選出された。2月16日に行われたマージーサイドダービーでは34分にソティリオス・キルギアコスの両足タックルを受け負傷退場し2009から10シーズンの残りを欠場することになった。2011年2月に行われた FA カップのチェルシーとの再試合では足首を負傷したが週末に行われ2から0で勝利した。 サンダーランド戦に出場した。しかし、この怪我が原因で2010から11シーズンの残りの試合を欠場することになり、2011年8月まで公式戦に出場できなかった。2011年8月20日に行われ、0から1で敗れたクイーンズパークレンジャーズ戦に交代で出場し、復帰を果たすと8月24日に行われ、3から1で勝利した。 リーグカップのシェフィールドユナイテッド戦ではフル出場でチームの勝利に貢献した。2011年11月にはクラブと新たに5年間の契約を結びシーズン終了後にはエバートンの選手の中で最多となるタックル数と空中戦の勝利数パスの成功数を記録した。タックル数はリーグでも2番目であり190回のボールキープは リーグ最多であった。2012から13シーズン開幕戦のマンチェスターユナイテッド戦ではその試合両チームで唯一のゴールを記録するなどパフォーマンスは賞賛を集めた。そのシーズンは好調を維持し、アーセナル戦、マンチェスターシティ戦、フラム戦などでゴール記録し、2012年11月には月間最優秀選手選手に選出された。 2012年12月17日に行われたストークシティ戦ではライアンショークロスに対する頭突きにより試合中には見逃された行為であったが3試合の出場停止処分を受けた同月にはガーディアンが身が選出したサッカー選手100ケの60位に選ばれたマンチェスターユナイテッドへ移籍が決定したため 2013年8月31日に行われたカーディフシティ戦がエバートンにおける最後の試合となったが、その頃には大きなアフロヘアーの選手としてイングランド中に知れ渡っており、エバートンファンの人気も高く、スタンドにはアフロヘアーのかつらをかぶったファンの姿がよく見られた。 2013年9月2日の移籍市場の締め切りの数分前に2750万ポンドの移籍金でエバートン時代に支持したデイビッド・モイーズが監督を務めていたマンチェスター・ユナイテッドへ移籍が決定しフェライには5年間の契約を結んだ9月14日に行われ2から0で勝利したクリスタルパレス戦に62分からアンデルソンと交代で出場し デビューを果たすと、9月17日に行われ、4から2で勝利した、チャンピオンズリーグのバイアーレバーク前戦に、フル出場し、勝利に貢献した。2013年11月5日に行われた、チャンピオンズリーグのレアルソシエダ戦で、マンチェスターユナイテッドにおいて、初めてのレッドカードを提示された。 マンチェスターユナイテッドでのフェライニ2014年4月、デイリー・トレグラフ選出の2013から14シーズンにおける最悪の補強10人の1人に選ばれた。スターティングメンバーとしてリーグ戦に出場したのは15試合だけであり、昨シーズンにエバートンで出場した31試合の半分以下であった。フェライニにとって1試合目となる2014から15。 シーズンのプレシーズンマッチのバレンシア戦でフェライには交代で出場しアディショナルタイムに決勝ゴールを挙げた。この試合はマンチェスターユナイテッドでルイ・ファン・ハールが初めて指揮を取った試合であった。2014年10月20日に行われたリーグ戦のウエストブロムウィッチ・アルビオンに後半から出場すると2分後にマンチェスターユナイテッドにおける 公式戦初ゴールを記録した。続く、チェルシー戦では、スターティングメンバーとして出場し、チームで最も多い 12.17km の運動量を記録し、両チームで最多となる70回のスプリント数を誇った。試合は後半アディショナルタイムに、フェライニが放った、ヘディングシュートは、ティボ・クルトゥワに止められたが、ロビン・ファン・ペルシがこぼれ玉に反応し、 同点ゴールが生まれた。12月2日に行われたストークシティ戦でホームゲームにおける公式戦初ゴールを記録。2015年1月17日に行われたクイーンズパークレンジャーズ戦でシーズン3ゴール目を記録した。3月15日に行われ3から0で勝利したトッテマムホットスパー戦ではシーズン4ゴール目を挙げマイケル・キャリックのゴールをアシストし、 マインオブザーマッチに選出された。4月12日に行われ、4から2で勝利した、マンチェスターダービーでは、チームの2ゴール目を記録し、5月9日に行われた、クリスタルパレス戦では、決勝ゴールを記録し、チームの2から1の勝利に貢献した。5月24日に行われたシーズン最終節の、ハルシティ戦では交代で出場した18分後に、レッドカードを提示された。 2017年9月30日、第7節のクリスタルパレス戦では2得点を決めて勝利に貢献した。2019年2月1日、中国スーパーリーグに所属する3等路脳に完全移籍をすることを発表した。2020年3月22日、滞在していた中国で2019、新型コロナウイルスへの感染が確認された。同リーグでは、 唯一の感染確認事例だった。災難市の病院に入院し、3週間以上の入院の末、4月14日に退院。退院後も経過観察のために2週間の隔離期間に入った。中国スーパーリーグの開幕戦となった大連プロフェッショナル戦でヘディングシュートのみでのハットトリックを達成した。ベルギー代表のフェライニフェライニは、ベルギー代表と、 モロッコ代表でプレーする資格を有していたが、ユースレベルからベルギー代表でプレーすることを選んだ。U-23 代表として出場した、北京オリンピックでは、ブラジル代表に3位決定戦で敗れ、4位に終わった。A 代表デビューは2007年2月7日に行われた、チェコ代表戦であり、6月2日に行われた、UEFA ユーロ2008予選の、 ポルトガル代表戦で初ゴールを記録したが、チームは1から2で敗れた。2014FIFA フフワールドカップ予選では7試合に出場し1ゴールを挙げ、ベルギー代表は 2002FIFA フフワールドカップ以来となる本大会出場を決めた。2014年6月4日、フェライには 2014FIFA フフワールドカップに出場する23人のメンバーに選ばれた。 初戦のアルジェリア代表戦は、スターティングメンバーから外れたが、65分から出場すると同点となるゴールを記録し、チームも2から1で勝利を挙げた。6月22日行われた2戦目のロシア代表戦以降は、スターティングメンバーとして躍進した、ベルギー代表において全試合にフル出場したが、準々決勝でアルゼンチン代表に0の1で敗れた。 2018年7月3日、ロシアワールドカップ決勝トーナメント初戦の日本、代表戦では途中出場ながら、2から2の同点に追いつくヘディングシュートを決め、ベルギーの逆転勝利に貢献。続く、準々決勝のブラジル戦では、ネイマールをほぼ、ワンマークで封じ込めベルギーの勝利に貢献。3位入賞に貢献した。2019年3月8日、 代表からの引退を表明した。フェライニの両親は、モロッコ人であり、両親は、タンジェカラブリュッセルに移住した。父のアブデラティフは、元サッカー選手であり、ポジションはゴールキーパーであった。アブラティフは、ラジャカサブランカとハッサニア・アガディールでプレーした後に、KRC メヘレンと契約をしたが、ハッサニア・アガディールは、文書の発給を拒んだため、プレーすることはできなかった。 引退後は、スティブで、バスの運転手を務め、息子のキャリアを見守るために、早期退職した。フェライにはムスリムである。また顔がそっくりな双子の弟がいる。アフロヘアーがトレードマークである。前述の通りラフプレーが多い選手として知られており、プレミアリーグに移籍してからの8年間で61枚のイエローカードと3枚のレッドカードを提示されている。 特に頻繁に肘打ちを行う悪癖があり、過去には、パブロ・サバレタや、ロベルト・フートに対する者が物議を加盟した。フェライニのこのような行為に対して、ハワード・ウェブやジェイミー・キャラガーが苦言を呈している。2015年5月7日、フェライニは午後4時46分に、時速制限40マイルの道路を、時速81マイルで走行し、スピード違反で検挙された。 その6分後の午後4時52分にも時速制限30マイルの道路を時速59マイルで走行し再び検挙された。裁判の結果9ヶ月の運転禁止処分や1188ポンドの罰金などが課された。2018年11月長年トレードマークとして愛されたアフロヘアをカットしたことが 本人及びマンチェスターユナイテッド公式ツイッターにて明かされた。ありがとうございます。